夢の城パロネラパーク。小さい頃、おばあちゃんの話すおとぎ話が大好きで、いつしかお城を持ちたいと夢見ていたスペイン人のホゼ・パロネラ。しかし家は貧しく無理な夢だと笑われた。大人になったホゼは人生を切り開くため26歳の時オーストラリアへ渡り、美しい滝に出会ってしまった。この瞬間、長年の夢だったお城を築くことを決意した。まずはじめに大階段を作り、彼の夢はスタート。人々は無理だと笑った。しかしホゼは自分を信じ、お城を作り続けた。台風や洪水などの災害に見舞われながらも、6年の歳月の後、1935年、ついにパロネラパークとしてオープン。お城は結婚式やダンスパーティーなどにも利用され、多くの人々に愛された。訪れるすべての人に夢や希望、安らぎを与え、ホゼの夢はついに満たされた。しかし夢を途中で諦めてしまいそうな時は、決まってここカウリアベニューから先に見える滝を眺め、自分を奮い立たせていたと言われる。その滝からは電力が作り出され、ホゼ・パロネラの夢はさらに輝きを増していた。お城を作るという不可能な夢を本当に自分で叶えたこのホゼのストーリーは、今世界中からのたくさんのお客さんに語り継がれ、人々に勇気を与え続けています。さあ、今度はあなたの番です。ホゼの夢は続きます。あなたの夢をこの T シャツデザインコンペティションに託してみませんか？ホゼの夢の続きを、あなたの夢の始まりに。パロネラパーク、ザ・ドリーム・コンティニューズ。